市場戦略の指標、コトラーの競争戦略とイノベーター理論。おはようございます、マサルです。今回はコトラーの競争戦略とイノベーター理論を一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成22年秋、問い7。業界内の企業の地位はリーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャの4つに分類できる。フォロワーの取る競争戦略として最も適切なものはどれか。 A. 大手が参入しにくい特定の市場に焦点を絞り、その領域での専門性を極めることによってブランド力を維持する。 E. 競合他社からの報復を招かないように注意しつつ、リーダー企業の製品を参考にしてコストダウンを図り、低価格で勝負する。う、市場規模を拡大させるべく、利用者の拡大や使用頻度増加のために投資し、シェアの維持に努める。え、トップシェアの奪取を目標として、リーダー企業との差別化を図った戦略を展開する。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は、い、競合他社からの報復を招かないように注意しつつ、リーダー企業の製品を参考にしてコストダウンを図り、低価格で勝負する。こちらがフォロワーの取る競争戦略です。それではコトラーの競争戦略について勉強していきましょう。コトラーの競争戦略とは、市場シェアによりリーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャに分類して地位に応じた戦略を取るという理論です。一つずつ説明していきます。市場シェアのトップにいる企業はリーダーに分類されます。リーダーが取るべき戦略はトップのシェアを維持拡大するための全方位戦略です。次の市場シェア2番手3番手のグループはチャレンジャーに分類されます。チャレンジャーが取るべき戦略はリーダーのシェアを奪い、自分自身がリーダーになるための差別化戦略です。次のリーダー、チャレンジャーに次ぐグループはフォロワーに分類されます。フォロワーが取るべき戦略はリーダーを参考にした模倣戦略です。次の特定の狭い市場や属性をターゲットにしている企業はニッチャに分類されます。ニッチャが取るべき戦略は企業の小さい市場の利益独占を狙ったニッチ戦略です。ニッチ戦略は特定化戦略ということもあります。コトラーの競争戦略を参考にすることで地位に応じた戦略を取ることができます。それでは問題を見直しましょう。 IT パスポート平成22年秋、問い7。業界内の企業の地位はリーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャの4つに分類できる。フォロワーの取る競争戦略として最も適切なものはどれか。正解は E、 競合他社からの報復を招かないように注意しつつ、リーダー企業の製品を参考にしてコストダウンを図り、低価格で勝負する。こちらがフォロワー企業の取る競争戦略です。その他の選択肢も確認しておきましょう。A の選択肢は特定の市場に絞るという文面からニッチャ企業の取るニッチ戦略です。 U の選択肢はシェアの維持に努めるという文面からリーダー企業の取る全方位戦略です。 A はトップシェアの奪取を目標にするという文面からチャレンジャー企業の取る差別化戦略と判断することができます。それでは別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和3年春、問い8。画期的な製品やサービスが消費者に浸透するにあたり、イノベーションへの関心や活用の時期によって消費者をアーリーアダプター、アーリーマジョリティ、イノベーター、ラガード、レイトマジョリティの5つのグループに分類することができる。このうち活用の時期が2番目に早いグループとして位置づけられ、イノベーションの価値を自ら評価し、残る大半の消費者に影響を与えるグループはどれか。A、 アーリーアダプター。 E、 アーリーマジョリティ。 U、 イノベーター。 A、 ラガード。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は A、 アーリーアダプターが正解です。それではイノベーター理論についてお話ししていきます。イノベーター理論とは、消費者の新製品に対する関心度を5つに分類してマーケティングに活用するものです。新商品を市場に出した時に先駆けて購入するのはイノベーターに分類されます。イノベーターは新しいものが好きで
リスクを恐れずに新商品や新技術を購入します。しかしイノベーターは全体の市場においてわずかしかいません。イノベーターが購入した後にアーリーアダプターの層がいます。アーリーアダプターは流行に敏感です。メリットデメリットを考えて購入します。この層は別名オピニオンリーダー、インフルエンサーと呼ばれることもあります。アーリーアダプターが購入した後にはアーリーマジョリティの層がいます。アーリーマジョリティは商品の信頼性、利便性を確認してから購入する層です。イノベーター理論ではアーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には人数の分布で大きい溝があり、この溝を越えてアーリーマジョリティに届けることが大切とされています。アーリーマジョリティの後に購入する層はレートマジョリティに分類されます。レートマジョリティはアーリーマジョリティと同数程度の人数がいます。レートマジョリティは新商品には懐疑的ですが、ユーザーが増えたら購入するという特徴があります。最後の層はラガードです。ラガードは新商品に興味がありません。新しいものに対しては抵抗を感じており、保守的という特徴があります。それでは問題を見直しましょう。 IT パスポート令和3年春問い8。画期的な製品やサービスが消費者に浸透するにあたり、イノベーションへの関心や活用の時期によって消費者をアーリーアダプター、アーリーマジョリティ、イノベーター、ラガード、レイトマジョリティの5つのグループに分類することができる。このうち活用の時期が2番目に早いグループとして位置付けられ、イノベーションの価値を自ら評価し、残る大半の消費者に影響を与えるグループはどれかという問題でした。正解はアーリーアダプターが正解です。アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には溝があり、この溝を越えることで大半の消費者に影響を与えることができます。よって市場の流通においてアーリーアダプターはとても大切な存在だと言えます。それではここでブレイクタイムです。問題とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回勉強した中でアーリーアダプターが市場において重要であるとお話ししました。アーリーアダプターは別名インフルエンサーですね。インフルエンサーで有名なのはいわゆる YouTuber を代表するような SNS で多くのファンを持つ人たちです。インフルエンサーは案件という形で企業が紹介してほしい商品を紹介したりするのですが、どれくらいの金額で案件ってもらえるんでしょうね。少し調べてみると YouTuber の場合、相場の単価はチャンネル登録者数 ×2 円から4円だそうです。例えば YouTube の登録者数が10万人だった場合、10万人 ×2 から4円であり、依頼料は20万から40万円だそうです。結構高い金額もらえるんですね。あとはインフルエンサーと企業のマッチングをサポートしてくれるサイトがあったりもします。このようなサイトを見てみると、 YouTuber さんがどれくらいの報酬でどんな案件をやってるのかななんて想像できたりします。企業さん、成長したいエンジニアさんにとって有益な PR でしたら、私もぜひやらせていただきたいと思っております。ご依頼お待ちしております。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成22年秋問い7。業界内の企業の地位はリーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャの4つに分類できる。フォロワーの取る競争戦略として最も適切なものはどれか。正解は E、競合他社からの報復を招かないように注意しつつ、リーダー企業の製品を参考にしてコストダウンを図り、低価格で勝負する。こちらがフォロワー企業の取る競争戦略です。その他の選択肢に関しても、どの地位の企業が取る戦略なのかを覚えておきましょう。次の問題、令和3年春問い8。画期的な製品やサービスが消費者に浸透するにあたり、イノベーションへの関心や活用の時期によって消費者をアーリーアダプター、アーリーマジョリティ、イノベーター、ラガード、レイトマジョリティの5つのグループに分類することができる。このうち活用の時期が2番目に新しいグループとして位置付けられ、イノベーションの価値を自ら評価し、残る大半の消費者に影響を与えるグループはどれか。正解はアーリーアダプターです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、
チャンネルメンバーシップに登録して、Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。